その花火を見た二人は永遠に結ばれる、そんな伝説がありました。彼女はその花火が上がるのをずっと待っています。天国にいる今も。檜山翔子さんですよね。俺子供の頃母親に連れられて行ったコンサートであなたのピアノ聴きました。私檜山翔子のメイです。花火を作っていただきたいんです。年に一度ね、彼のあげた花火を見て私曲を作ってたの。本当は10番目まで作るつもりだったんだけど、10回目の花火が上がらなかったから。俺これ弾いてみていいですか？あなたは花火を捨てたけど、俺は最後まであなたのために曲を書こうとしてた。翔子はな、死んでんだよ。せめて二人が一緒にいられたら翔子はもっと幸せに死ねたんじゃないかしらね。消えないでもう少し、この胸に焼き付くまで照らされてた。悔いのないようにしろよ。今度はそう簡単には来れないからな。咲いていて、いつまでも天国と地上が一つになる時、結ばれなかった恋人たちに奇跡が起こる。